今からですね。大丈夫です。それで台所のパンフレットもありましたらお願いします。ね、買ってきてくれた？何これ、なんでピーナッツバター買うの？ピーナッツクリームなかったの？一緒でしょ、ピーナッツバターもピーナッツクリームも。全然違う、透明のプラスチックの容器に入ってるやつだよ。分かってますよ。分かってんだったらなんでこんなの買うの？売り切れてたのよ。他の店行けばいいじゃん。時間がなかったの。主婦だったら時間いっぱいあるじゃん。あなたは？何？仕事、就職。ああ、このタイミングで。探してるの？今は無理だ。探してるの？今は無理。いつまで？さあ、いつまでなんてわからなくないだろう。上で寝てて仕事なんて見つかるわけないでしょ。ああ、話がずれてきた。なんでちゃんと買ってくれないんだよ、主婦のくせして。そんなもんつけたら早くピーナッツクリーム買ってこいって言ってんだろ。帰りなさい、早いんですね。お茶入れますか？いや、いい。それ今日工務店の人に来ていただいて、いろいろお話伺ったんですよ。そのバスタブいいでしょう。足伸ばせるように少し大きめにしようかなって思って。お風呂の時ぐらいゆっくりしたいじゃないですか。あ、ビール飲みますか？会社クビになってな。斉藤でございます。そうです。何でしょうか？ああ、結構です。今忙しいので。今日言われたんですか？うん。何があったんですか？何もない。何もなくてどうしてクビなんですか？ちょっと出かけてきます。買い物か？いえ、お医者さんです。どうした？お薬もらいに。何の？眠剤ですよ。眠剤って睡眠薬か？ええ、もうずいぶん前からいただいてる薬ですよ。行ってきます。
ひどくなかったよね。まあ例えばどっち方面とか。ああ、まああんまり仕事の話は。まあまあ、そうだね。リスクマネジメントとか分かりますか。え、一応まあそういうことが主な仕事というか。なになに。例えばまああの生産ラインとかの設計の最適化を図るような仕事ですね。はあ、効率のいいロボットの動かし方というか。ロボット、産業用ロボットですね。ああ。で、そこでまあグラフ理論とかトポロジー的な考え方を使ったりするわけです。わかんないわかんない。まあ数学ですね。例えばそういったパソコンのネットワークもそうですが、いろんな結びつけというか関係性を考えたりするわけです。へえ、そういうことやってんだ。いや優しいんだよ。いやまあその辺は割とフレキシブルに時間をアレンジできるというか。じゃあまた。ちょっと待ってて、すぐ戻る。先に送ってくれればよかったのに。一緒に来る？なんで、いいよ。お姉ちゃん。何？あ、俺のアルバムあるじゃん。写真入ったやつ。押し入れにあると思うんだけど。ああ、ありがとう。下に来ない？今忙しい。あ、母さん。あら、どうしたの？近くまで来たんで。仕事中？うん、まあ。夕飯食べてく？いや、今日はいい。あのさ、今度誕生日じゃん、母さんの。誕生日？今までやったことないじゃん。何を？お祝い。やろうよ、4人で。どっか外でさ。どうしたの突然。いや、仕事がちょこっと増えてきて。よかったじゃない。俺全部出すから。本当に無理でしょ。何が？4人でなんか無理よ。大丈夫だよ。イサムが行くわけないでしょ。いや、俺ちゃんと話すよ。無理よ。こんな遠くないとこ探すし、車で迎えに来るから。ここでやってくれればいいじゃない。いや、ダメだよ。家でやったら結局母さんが何もかもやって疲れるに決まってんだから。あ、ごめん、行くわ。ちょっと考えといて。よしよ。のりちゃん、ルナちゃん。ルナ、ちっちゃってろ。あ、しよ。ほら。ああ、
もう出すな出すなって言っていいんだよ。いくら。前とだいぶ違うから1枚こんだけ。こんだけ。そう。あとこんだけ。あとしまえよ。これな。あ、ルナ。じゃあな。食べずに幅を押せよ。なんか大事な部分入ってるのか。あんま入ってないよ。おい、そしたらそれも入ってるじゃん。ちょっと見せる。注文をお願いしたいものが少しありまして、ここに書いていいですか？あの、お店の方ですか？いえ、僕は。店長さん、お客さんです。こんにちは。ああ。あの、こういった飛行機のことなんですが。ああ。大丈夫ですか？ああ、まあ。あの、これ。昔父が作ったものだと思うんです。ここに置いてきます。はい、買えるの？いや、まあ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 、まあ、あこれ後で買います。はい、見ていただけますか？
これが一緒に入ってて。ああ。すいません、ぶしつけですね。いいです。なんかリリエンタールですか、ね、っぽいですけど。リリエンタール、どう？あ、プロペラがないですね。うまい。このままじゃ飛ばせませんよね。あ、折れてる。あ、それはまあ。あれ、いつ折れたんだろう。でもちょっとだけでいいからさ、会って話さない？うん、いや、いつでもいいよ。いや、忙しいけど、いや、お兄ちゃんに会わせるよ。うん、あ、そう、うん、あ、大丈夫。うん。うん、わかった。うん。じゃあ。お父様がそんなに忙しかった当時、点、飛行機作りに向かった情熱は何だったんでしょうね。丸。
家族じゃん。ママのアルバムも見たいよね。うん、見よっか。イズム、先食べて。それまた後でね。ほら食べて。早く食べないとママ仕事行けないよ。ほら。はい、もしもし。あ、豊か。いや、大丈夫だ。どうした？うん。母さんの。いつやるんだ？うん。あいつは？いやまあ、お前がそんなお膳立てしたところで無理だろう。うん、向こうのカフェって言ったじゃん。あんなとこ座れるわけないだろう。あ、なんか飲む？いや、いらない。俺の考えは変わんないぞ。うん、まあちょっとだけゆっくり話そうよ。せっかくだし。ここいいと思わない？なんだこれ。いくらかかるんだ？あ、一人3万ちょっと。一人3万？そんなもんだよ。お前食べたことあんのか？いや、ない。だけどこの間覗きに行ってみたんだよ。中も見せてもらって。すごいよ、何から何まで。やればいいんじゃないか、3人で。いや、個室もあるし、ゆったりできると思うよ。ゆったり？今までの成り行きを無視してか。母さんの誕生日だよ。いや、誰の誕生日であってもだ。まあ。俺はなんとか自分のペースを作ってきてる。今さら家族団らんなんて興味ない。家族団らんなんてなくていいよ別に。まあ無理だよやっぱり。うん、
ああ。よく仕上がってると思います。夢中で作ってしまって。調整しましょうか。ありがとう。何やってんだ、行けよ。うん、あったよ。あったら写真送れよ。だって渚だよ。いいから送れ。はい。自分で自分の足ドンプでしまってさ、窓から潰してくださいって泣くんだよ。そんなことできるわけないっつうの。今日泊まれる？ダメ。おお。ああ。早い。モベト。飛ばしちゃおう。これから公園に行きます。一応ユミさんと待ち合わせしてまして。やるね。いえ、そういうんじゃないです。はい、はい、いってらっしゃい。行ってきます。ねえ、僕も作ってよ。ああ、そういうものはあまり見せない方がいいと思うよ。 お金あるから。あ、そういうの。おー、よしよー。ああ、イサム君、ノリちゃん。こんにちは、ノリちゃん。ノリを。イサム君、飛行機作ってるんだよ。いや、ただの趣味です。よく出入りしてるよね、ここ。はい。あ、な、よしよ。あれ、ちょっとこのイサム君だっけ。はい。ちょっとお話ししたいんで、ともきと待っててくれ。ああ。あれ、どう行くの？あ、今俺話あるって言わなかったっけ？ああ、行ったかもしれません。そっち行く？ああ、はい。名字は？斉藤ですが、のりおさんの名字は？俺はどうでもいいんだよ。はい。お前、よしおとどういう関係？はあ。なんで仲いいの？仕事何やってんの？あ、
一応まあいくつ？一応30ですが。 30? え、おっさん？え、なに？そういう飛行機なんかで遊んでんの？はぁ、小遣いいくらもらってんの？あ、まあ普通にはいいな、普通にもらえて。ありがとうございます。あ？今日はあいにくこんな感じで2000円ほどしか持ち合わせがなく、よかったら。いらねえよ、そんなもん。そうですか。それよか、あんま一緒に近づくなよ、もう。はい。わった？はい。まあ、口でわったっつってわってねえやつたまにいいんだけど、おいしいやつ一番ムカつくんだよ。はい。前にいたんだよ、そうやつ。で、じゃあお前、そう耳いらねえじゃんっつって、そいつの耳ハサミでパスって半分切ってやったんだよ。ああ。そしたらそいつそれからちゃんと聞くようになってさ。ああ。やんねえ、そんな音。ダメだったね。連絡はしてるんですけど。仕事忙しいんですね、きっと。だと思うよ。美味しそうですね。食べる？いえ。すいません。はい。それください。100円。じゃあまた。あ、はい。お茶でも飲みながらと思いまして。今忙しい。紅茶でよろしいですか？うん、お仕事はどうですか？難しいですか？話っていうのはそのことか。いえ、まあいろいろ。風呂の修理か。ええ、そのこともですが。今のままじゃダメなのか？まだ使えるんだろう。やめた方がいいですか？私たちのことをどんなふうに考えてますか？なんだ私たちって。私たちです。イサムのことか。イサムも含めてです。
そんなこと考えてる場合か今。仕事が大事ですか。当たり前だろう。どうやって食っていくんだ。だから一緒に考えたいんです。何を一緒に考えるんだ。クビになったのは俺だ。これは俺の問題だ。あなただけの問題ですか。前らに何がわかる。お仕事のことはわかりません。だったら黙ってろ。わかります。ただまあ体の方は全く問題ありませんし、ぜひ面接を受けさせていただきたいと。そうですか。わかりました。失礼します。もしもし、私斉藤宗隆と申します。本日ハローワークの方で本社の求人情報を拝見させていただきまして。製造の方です。ああそうなんですか。いえいえ分かりました。失礼いたします。その人のいいとこも悪いとこも全部知りたいからすごく追いかけていっちゃうというか、キャラクターとしてすごい好奇心旺盛ってなってるけど、悲しくなったら泣いてもいいし、怒りたくなったら怒ってもいいし。ああじゃあ、ごめんね、ありがとう。すいません、連絡いただいていたのに返信できなくて。ううん、どうしたのかなって思って。少し体調崩してまして。そうだったんだ。ゆっくり休めた。いえ、まあこれ。ああ遅くなりました。あれ色が変わってる。ああさんとはこうやって飛ばしてたんですか。ああ、多分してないと思う。あんまり好きじゃなかったし。飛行機が。ああ。相手にされなかったから。そうなんですか。つまんなかったんじゃないかな。女の子だったし。ああ。もう一回飛ばそうか。はい。じゃあ巻きます。
あのなんかこれってユミさんのお弁当横取りしてますよね僕。横取りなんだ。高校の時たまにお弁当を横取りされてすごく嫌な思いをしたことがあって。イサムくんが？はい。もっと食べて。あの美味しいです。あ、お兄ちゃん。うん。うん。あ、いや。いや、そういう意味じゃないよ。あ、そう。うん、よかった。やろう。ね。あ、それは大丈夫だよ。うん、俺が迎えに行くよ。え？ランが好きなんだ。うん、分かった。じゃまた探します。すいません。いや、ありがとう。あつかんでいいですか？ああ同じの。はい。奥さん元気か？はい、うん、娘2人だよな。あ、すいません。そうですね、2人です。かわいいだろ。いや、小さい時だけでしたね。もうどんどん生意気になっちゃって大変ですよ。磯野君元気ですか？ああ、何やってんじゃっけ？いや、ずっと家にいる。ああ。やりますよ、私。ご飯の用意できましたから。うん、面接ですか？お風呂のリフォームお断りしました。食事会の予約しといたから。お兄ちゃんも行くって。うん、なんか最近声のトーン変わったよね、お兄ちゃん。ゆうたか、うん、お前にはまだ言ってなかったんだけど。何？お父さんね。ああ、知ってるよ。聞いたの。うん、まあちょうどいいんじゃない。何がいいの？いいタイミングだよ。どうせまた仕事決まったら忙しいって行けなくなるんだって。決まらないのよ、それが。いや、決まるって。あんな人をほっとく手はないよ。お父さん、食事会のことなんだって？いや、父さんの誕生日じゃないから。そんなわけにいかないでしょ。もうやめようよ、そういうの。え？
なんで母さんが母さんのこと決められないわけ？お風呂のリフォームやるとかって話もどうなったの？やらないんだ。まあやろうよ、食事会の方は。予約したし。3人で住もうよ。何それ。いや、マジマジ。旦那が帰ってきたら旦那と住むから。何旦那。旦那だよ、まだ別れてないじゃん。帰ってこないって。もうリズム、牛乳飲みなさい。牛乳飲まないよってなんないよ。もう食べないね。黙って出てったんだろ。知らないんだろ、こんな大きくなってんの。リズム出るよ。突然ですが、点、僕は何か早とちりをしていたようで、点、飛行機のことです。今日のご予定は？今日は家にいる。今からお薬をもらいに行くんですけど、一緒に来ていただけません？なんで？いや、一度旦那さんともお話できるといいんですがって。先生が何の話をするんだ？何のって、まあいろいろ。薬をもらうだけなんだろう。ええ、そうなんですが。なんで俺が行かなきゃいけないんだ、バカバカしい。お休みですか？いや、そうじゃないんだよ。羽ばたきの部品ってあったじゃないですか。ああ、これ持ってて。ちゃんダメなんだ。
あくまでお父さんが求めていたイメージをベースに、点、すいません、点、僕の勝手な想像力を少し加えてみました。丸。これだけで4万。いやだ。お前にやってほしいって言ってんだよ。なんで？友達じゃん。お前やれって言ってねえじゃん。みんな金いいんだよマジで。お、これは？これは？もうお前に出すからな。あ、食べない。一緒に住んでってやってんじゃん。まあそうだけどさ。あ、食べろ。デートしたいって行こうぜ。うん、よっしゃ飛ばす。お、ほんと？うん、よっしゃ。ルナ待ってんぞ。あ、よっしゃ、よっしゃ、どうでもいいぞ。店長さん、よしお今日ちょっと約束あんだ。あ、ルナ、よしおと行ってて。ルナ待ってんぞ。行ってくれない。お前あんなやつ騙して騙せよか。はあ？うん。それやるから出て。店長さん、大事なお客さんだからな。あ、今度仕事本番やんな。お前。出ろ。おい。あれ？
店長さん、勇くん電話して。はい。店長さん、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 もしもし。お客さんということでいいのかな。あなたもそのお店の。そうです。いつ頃から出入りするようになったの。3年ぐらい前からです。仕事は何やってる。あ、僕ですか。うん、それは言わないとまずいですか。ええー、大体でいいよ。あら、自営とか会社員とか。あ、実は今未就労ということになっていまして。あ、そう。まあ、何か思い出すようなことあったらご連絡ください。じゃあ。何があったんだろうね。ああ。なんか聞いたことある。いえ。うん。僕たちはあんまりこれ以上関わらない方がいいんじゃないでしょうか。え、どうして。刑事さんも動いてるし、意識が戻れば店長さんから話を聞けると思います。そうね。勇くん、帰った方がいいんじゃない。手術が終わるまで私がいるから。僕もいます。4人でやるんでしょ。行ってあげた方がいいよ。ああ。ね。これお父さんには言わないで。何？全然足りないと思うけど、今日の。いらない、ありがとう。ううん、こっちこそありがとう。なんか作ろっか。
おかえり。大丈夫？何かあったの？何もない。急がなくていいから着替えていかない？ちょっとでいいから。ヨタカ悪い、今日は行けない。そのままでもいいよ、車だし休み休み行ってもいいから。3人で行って俺は無理だ。一息入れてからでもいいから待つよ。今日はもう外に出れない、具合悪いんだ、分かってくれ。分かった。すまん。
飛んだ飛んだ、すごい飛んだ、うわーすごい、生きてるみたい、うわうわうわ飛んだね、うわーこんなの見たことないよ、すごいよ、うわうわ動いたすごい、あのこれお父さんの、あ、すいません許可なくこんな風にしてしまって、ううん、きっと悔しがってるよ、あの店長さんは、うまくいったよ手術、意識も戻ったし、あ、よかったですかっこ悪いよなって、喋ったんですか、ううん、筆談で、あ、誕生日会はどうだったの、結局行けませんでした、僕が無理でした、またみんな裏切ってしまってどうしようもないですね、どうして、ユミさんにも嘘をついて、すいませんでした、僕は今まで仕事なんかしたことないんです、ずっと親に甘えてきて、大丈夫だよそんなこと、自分では何もできないんですよ本当はそうなの、許可なくこんなもの作っといてイサムくんが作ったんだよ、こんなことしかできないんですよ僕は、ううん、誰にでもできることじゃないよこれ、でしょ、私にはどうしようもなかった、イサム君と出会わなかったらこの飛行機ゴミになってた笑ありがとう、これもう一度飛ばせる？はい。
これもいい？ああ、これ何かに入れるか。ああ、その辺に袋あるんじゃない？後でいいって。じゃあ行ってくる。ああ、いつまで？いや、それはまだわからないね。なんでわからないんだ。まだ検査がちょこっとあるみたいなんで。あ、そう。うん。あ、後でそっち行くけど、なんか欲しいものある？いや、別に。うん。なんかまあ、買っていくよ。はい。こんばんは。おお。大丈夫ですか今。うん、入れ。あの、これ田舎からいっぱい送ってきちゃって。おお。よかったら食べてください。ああ、悪いな、わざわざ。いえいえ。あの、それと武蔵野アルミの社長さんってご存知ですよね。ああ。今日連絡あって宗谷さんに会いたいって言ってくれてるんですよ。うん。そのまだ電気が通ってないところあるじゃないですか。途上国とかで。ああ、そういうとこで簡単に電気を発電できる装置を開発したいらしいんですよ。へえ。で、ちょっと力になってくれないかって言ってくれてるんですよ。俺は電気のことわからんけどな。ええ、それは言ったんですけど、ダメですかね。いや、そうじゃない。そうか、大丈夫ですか。うん。あ、じゃあ俺の方から連絡してみるよ。お願いします。おい、上がってけ。いえ、うちで晩飯待ってるんで。そうか、すいません。こっちこそすまない。こんばんは。おお、ゆたくん、久しぶりだね。どうさします。じゃあ、すいません、失礼します。ああ、ありがとう。これ弁当。ああ、どうだった？ああ、特にどこを歩いてんじゃないって。ああ、そうか。よかったよ。まあでも、少しのんびりした方がいいって。あ、そうか。一番それがいいみたいだね。これ行くわ。なんだ、食べて行かないのか。うん、また来るよ。ああ、これな、今山岡くんが持ってきてくれて。おお。少し持ってけよ。いや、いいよ。じゃあね。すまないな。うん。明日行ってみるよ。うん。それじゃ。あの、これも一本入れてください。はい。これでいいですか？はい。